ジェニファー・ミシェル・リーは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家であり、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオのチーフ・クリエイティブ、オフィサーである。シュガー・ラッシュの共同脚本、アナと雪の女王の共同監督、脚本で知られ、特に、アナと雪の女王では、女性としては、史上初めてとなるウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの、長編映画の監督となった。ロード・アイランド州。 イーストプロビデンスで生まれ育った。ニューハンプシャー大学の英語科を卒業し、出版会でグラフィックアーティストとして働くためにニューヨークへ移った。20歳の時に愛する人物を失い、彼女は自身の物語を伝えたいと考えるようになった。30歳の頃、コロンビア大学芸術学部に入り、美術修士号を取得した。そこで彼女は後に、シュガーラッシュで、 共同脚本を務めるフィル・ジョンソンと出会った。2013年のアナと雪の女王で第86回アカデミー象徴編アニメ映画賞を獲得した。1999年にロバート・ジョセフモンと結婚するが後に離婚した。2003年に娘のアガサ・リーモンが生まれ、後に彼女はアナと雪の女王で Do You Want to Build A Snowman を歌った。 2013年時点でサンフェルナンドバレーに住んでいる。ありがとうございます。